大久保隆士は日本中央競馬会立党トレーニングセンターに所属する長教師、京都産業大学卒。父は成田ブライアンなどを管理した大久保西洋、祖父はフレーモアに起乗して第3回東京優秀に優勝した大久保亀治、その他の親戚も皆競馬関係者という一族に生まれる。10代前半の頃は騎手を目指していたが、 身長が急速に伸びたことにより断念。立東高等学校を経て、京都産業大学に進んだ。大学では、馬術部に所属。卒業後、競馬学校給務員家庭に進み、その終了後は父、西洋の下で、給務員となった。その後、給務員から、調教助手になる。2001年に調教師免許を取得。 曹祖,祖父の福松から数えて、不死四代での調教師となった。翌2002年12月21日、立党トレーニングセンターに、大久保竜子旧者を開業。36歳という若年であった。またこの間、日本中央系馬会の広報誌、優秀において、新人トレーナー、大久保竜子初勝利への道と題した連載が行われており、調教師活動開始以前から、 一般ファンにも比較的よく知られた存在であった。翌2003年1月に初出走を迎え、2月23日に初勝利。2006年にナイキアースワークでユニコーンステークスに優勝し、重賞競争を初制覇。その3ヶ月後にはマンオブパーサーでダービーグランプリに優勝し、GI 競争初制覇となった。翌2千七年には浅草キングスで 菊花賞に優勝し、クラシック競争初優勝も果たしている。兄、宮尾年、弟、広明は、長教助手で、2019年に、弟の息子が、競馬学校騎士家庭に38期生として入学した。2020年7月12日、阪神競馬に出走した、管理場から、規制薬物の鎮痛剤ジクロフェナクが検出。 課体金30万円の処分処分が下された。しかし、その後の調査で束に投与されていた薬物との因果関係が否定できないことが判明。2021年3月になり、処分の取り消しが行われた。2021年2月20日、阪神第 6R をゴールドファイヤーで勝利し、JRA 通算五百勝を達成した。千二十一年九月十二日、 ディープボンドでフランス G2 ホア賞に出走し、海外重賞初勝利を挙げた。カッコ内は当該場の優勝重賞競争、太地は GI 級競争。ありがとうございます。